皆さんこんにちは。エムズダンスアカデミーの石本美奈子です。今日も美奈子の部屋へようこそ。今日はスタンダードにおいて女性が上手にフォローするための方法について解説させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、スタンダードにおいて女性が男性のフォローをしようと思うと、男性の動きに対して同調するだけになってしまいやすいです。同調するというのは相手の動きをミラーリングするとか真似をするという意味になってくるんですけれども、それは悪いことではないんですけれども、それだけをしようとすると起こりやすい問題というのがあります。こちらのバランスボールが男性と見立てて、起こりやすい問題というのを解説させていただくと、相手の動きをミラーリングしようとすると自分の目の前のスペースですね、そして後ろのスペース、そのスペースしか使わなくなってしまうという問題が発生しやすくなると思います。ですので今日解説させていただきたいのは2つになります。女性がフォローする上で使いたい空間スペースですね、というのは前と後ろだけではないですよというのが1つ目になります。2つ目はそのポイントを踏まえて実践編を解説させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ポイント1つ目です。女性が男性をフォローする上で使いたい空間ですね、スペースというのは前と後ろだけではないですよという話をさせていただきたいと思います。皆さんが使えるスペースというのは、先ほどお話した前と後ろだけではなくて、上、下、そして横ですね、左右ですね。もちろん斜め下、斜め上にもあります。皆さんにぜひやっていただきたいのが、このようにバランスボールを持って自分の体がまず左右ですね、どれぐらい回れるのか、どれぐらいこのバランスボールが動かせるのかというのをまずやってみてください。できれば後ろに向くぐらいこのバランスボールを動かしてみましょう。今度は上下です。このように上から下まで存分に空間を使っていきます。今度は斜め上、斜め下、斜め上、斜め下です。このようにスタンダードにおいて自分が使える空間というのはたくさんあります。スタンダードは相手との距離がすごく近いので、やはりできることが限られてしまうような印象があるんですけれども、今バランスボールをいろんな方向に動かしたように、女性が男性の動きをフォローするときにぜひたくさんいろんな空間を使ってみてほしいんです。そうすることによってフォローが苦しいものではなくて楽しく自由なものに変わってくるはずです。次のポイント2では、今のバランスボールを使ったエクササイズを用いてリバースウェーブの後半の456のステップを、体を目いっぱい使いながらフォローするというのをお見せしたいと思います。ポイント2になります。先ほどお話したようにリバースウェーブの456、後半の部分ですね、そちらのステップを用いて先ほど使ったスペースをふんだんに使って解説させていただきたいと思います。相手の動きを同調するだけになってしまうと、目の前のスペースだけを利用する動きになりやすいので、こんな風な動きになりやすいと思います。
切なのは相手の動きを同調するだけではなくて、自分の使えるスペースをフルに使っていくことなので、例えば右斜め後ろからこのようにスペースを使っていくことで、すごくダイナミックな動きに変わっていきます。このような感じですね。はい、相手の動きを同調するだけの動きと、いろんなスペースを使った動き、2パターンをお見せしました。大まかな違いとしては、後者の方がより自由度が増して表現が広がっているのが見えたかと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は女性がフォローする上ですごく大切なことをお話しさせていただきました。スタンダードは男性と女性の距離が近い分、同調する動きのみになりやすいです。特に前のスペースと後ろのスペースのみの動きになってしまいやすいので、先ほどお話したように自分の周りの上、下、前、後ろ、横、斜め下、斜め上、いろんなスペースを自由に使って自分のフォローの幅を増やしてみるというのをぜひお勧めしたいと思います。自分の動きに制限があるなというふうに感じる女性は、ぜひ先ほどのバランスボールを使ったエクササイズを用いて練習をしてみてほしいと思います。それでは皆さん頑張ってください。